銀河英雄伝説好きの皆様こんにちは、番組 MC の足立です。この番組は銀河英雄伝説をより深く楽しむための番組です。はい、アシスタントを務めます、橋道です。よろしくお願いします。人物紹介のコーナーということで今回は、アンネ・ローゼ・フォン・グリューネワルト、こちらをちょっと触れてみたいなと思うんですけども、はい、略歴はまあ長くはあんまなくて触れられてる部分としてはなんですけど、要するに15歳で皇宮に収められて、そこからフリードリヒ4世時の皇帝にグリューネワルト伯爵夫人の賞を与えられたということになっておるんですけども、これはラインハルトの姉であって、で下級貴族のミューゼル家に生まれておりますので、まあ皇宮に収められる前まではアンネ・ローゼ・フォン・ミューゼルだったんですね。そうですね。でグリューネワルトになったまあ、同じ、アンネ・ローゼ、ブリューネ・ワルトっていうのと同じ人物を指すということなんですが、はいはいはい、この方、どんな人物かといいますか、まず美しいといいますか、もう相当に綺麗だから皇帝の目に留まるっていうことになるんだと思うんですけども、まず皇帝に皇居に収められることによって彼女は劇的に運命というか自分の人生が変わるんですけども、それまでっていうのは、どういう人生といいますか、ラインハルトとヒルヒアイシと、あとお父さんと、はい、ラインハルトのお父さんですね、幸せにといいますか、それなりにこう家庭を、ラインハルトとお父さんと彼女の3人、お母さんは亡くなってますので、お母さん代わりで、それでも幸せというかですね、あんまりお金はなかったみたいですけど、普通に暮らしていたという感じですかね。どう？姉さん、少しは温まったかしら？はい。噴水に落ちちゃうなんて、よっぽど元気が余っているのね。何？おかしな子たちね。ケルシーのケーキを用意したから、服を着替えて召し上がれ。ちょっと二人とも、着替えてからって言ったでしょ？いただきます。自己主張が激しい弟さんが、いらっしゃるわけなんですけども、いらっしゃる、はい、その性格とはまたちょっと違うお姉さんといいますか。そうですね、はい、なんかはい、ラインハルトが、はい、まだ彼女がお家にいる時の行動とかも見ても、はい、とんでもない悪ガキじゃないですか、ラインハルトは。で、はい、それでも、はい、優しいお姉さんっていう感じで、そうなんですよ、ラインハルトとアンネ・ローゼって、2人ともその顔は非常に美しいという表現はされてるんですけども、はいはい、性格全然違いますからね。そうですね、真逆っぽく、これどうなんでしょうね、どっちになんでしょうね。そうですね、お父さんもね、ちょっと謎の人物ですからね、性格的には。この本編で描かれるぐらいの、はい、時代になったお父さんは、はい、それしか出ないんですけれども、はい、もう酒飲んで管巻いてっていうぐらいの人なんで、そのきっかけがもしかしたらお母さんが亡くなったとかね、そういうことかもしれないだかもしれませんね。ちょっとそこら辺も考えてみると面白いという、そう興味深いですけど、アンネ・ローゼはじゃあ皇宮に収められてからもやっぱり性格はそんなに変わらず、そうですね、皇帝からの寵愛も受けつつ、で政治にも口をあんまり挟まないというふうに、はいはい、言われておったんですが、なんか唯一お願いしたことが、なんかラインハルトとキルヒアイスを一緒にいさせて、常にあげてくれみたいな、それのみって言いますか、はい、そのラインハルトとキルヒアイスを同じ場所にというのは、はい、正直、このラインハルトがこんだけ、出世し、はい、キルヒアイスがこんなに能力を発揮し、はい、の今だからこそすごいなと思いますけれども、はい、正直、ポットでのその、たかだか少尉、中尉クラスの人間とこの幼馴染を一緒の舞台に置いてっていうのは、そんなにその難しい話ではないので、
まあ、工程が、あ、いいよって言ったかどうかは知りませんけれども、はい、そんなに、なんていうか、ささやかな。そうだと思います。地位を利用して云々というほどのことではないとは思いますね。はいはいはい、そうなんですね。まあ、それが、はい、後々、はい、えらいことしてしまうわけです。えらいことになってしまうんですね。はい、なるほど、はい、じゃあアンネローゼもこれから多分また以降12話以降も、はい、13話以降もアンネローゼの影響力というか、はい、アンネローゼは登場してくると思いますので、はいはいですね、はい、じゃあこのお姉さんを取り戻すためにラインハルトは今まさに戦っているという、まあ、そういうことですね。はい、はい、そういうことです。姉上よく来てくれたわね、ラインハルト。ジークも。アンネローゼ様もお元気そうで何よりです。ありがとう。あなたたちが来るのを何日も前から待っていたのよ。さあ、中へ入りましょう。変わらない。あの頃と何も。たとえ銀河皇帝であろうとも、この方たちを汚すことなど。できはしないのだ。キルヒアイス、早くいらっしゃい。はい、はい、じゃあもう一方、はい、あのパウル・フォン・オーベルシュタイン。あ、来た、はいはい、こちらちょっと触れておきたいなと思うんですが、あの略歴はあの文章で載っている通りなんですけども、いろいろ転属してラインハルトのところに来るというふうに、うん、あの略歴を見てるとありましてですね、統帥本部情報処理課に転属した後にイデルロン駐留艦隊に転属して、で陥落後にラインハルトに、まあ、転属をするというか、はいはい、まあ、転属というかだいぶ助けられた感がある転属なんですけど、はいはいはい、結構、まあ、転々と言いますかしている人物、まあ、はっきり言って嫌われてるんだけどね言っちゃった、はい、なるほど、嫌われてるんですね。言いたいことを言う男だな。恐縮です。ゼークトからもさぞ嫌われたことだろう。違うか。ゼークト提督は部下の忠誠心を刺激する人ではありませんでした。うん。じゃあオーベルシュタイン自体は、まあ、性格的に何て言うんですかね、どんな人物と言いますか、嫌われちゃうような、ラインハルトも、まあ、あのバーンって物を言っちゃうとか、うん、そういう性格があって嫌われるっていうのがあるんですけど、オーベルシュタインもじゃあ言いたいことは言ってしまうというか、ちょっと似てると思いますね。ただあのラインハルトが、はいはい、あのストレートにドーンというのをオーベルシュタインはこうなんとなくこう、あ、なるほど、さらっと、うん、でも、はい、厳しいことを言うみたいな、なるほど、はい、あの正論家ですね。正論家、はい、あ、じゃあもう言い返せないような正論ばっかり言われてしまうという感じですね、うん、その通り。だから余計に腹が立つという、そういうような感じですね、はい、なるほど、うん、用心しておられるようだ、機関は。元帥閣下に敬礼。パウル・フォン・オーベルシュタイン大佐です。この度はおめでとうございます。それでは私はこれで。はい、失礼いたします。何者だ。どうも得体の知れない人です。じゃあオーベルシュタインはなんでラインハルトの元に結局もう行ったんでしょうかっていうのがあるんですけど、まあ、追い詰められてというか、イデルの攻略で、そう、彼だけ逃げたということになってますね。はい、もあるんですけど、目的がオーベルシュタインのなんかある描き方から、はい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 、はい、でね、ルドルフの世だったら自分は義眼なんで殺されてたかもしれないとか、はいはい、そういうのがあって、ラインハルト自身と何かこう共に、キルヒアイスもまともにこう破業をっていうのがあるんですけど。オーベルシュタインなりにも破業を遂げようっていう。そうですね、だからオーベルシュタインが、はい、そのラインハルトはお姉さんを取り戻すために銀河帝国を滅ぼそうと思ったわけなんですけれども、はいはい、オーベルシュタインは、はい、自らの、先天的な障害というようなものを、はい、まあ、あのルドルフ大帝が、はい、抹殺するというか否定するという、はい、そういうような法律を作ったということに対して非常に憤りを覚えていて、はいはい、でそういうようなものを作った、はい、ゴールデンバウム王朝は滅ぶべきであると。なるほど。だから、本来、2人とも目的は一緒なわけですね、はい、あの目的というか、いや目的じゃないな、目的は違うけれども手段は一緒というか、やらなきゃいけないことは一緒みたいな、はい、
そういう感じですね。これをご覧ください、閣下。キルヒアイス中将からお聞きになったと思いますが、この通り私の両目は義眼です。あのルドルフ大帝の知性であれば、劣悪遺伝子排除法によって赤ん坊の頃に抹殺されていたでしょう。お分かりになりますか？私は憎んでいるのです、ルドルフ大帝と彼の子孫と彼の生み出した全てのものを。ゴールデンバーム王朝そのものをね。大胆な発言だな。銀河帝国、いや、ゴールデンバーム王朝は滅びるべきです。可能であれば私自身の手で滅ぼしてやりたい。ですが、私にその力量はありません。私にできることは、新たな覇者の登場に協力をすること、ただそれだけです。つまりあなたです、帝国元帥ローエングラム伯ラインハルト閣下。オーベルシュタインって、じゃあ、ラインハルトに似てる性格っていうのもあるんですけど、軍事の天才のラインハルト、はいはい、で、はい、軍事の手腕もきっとオーベルシュタインもあるとは思うんですけど、そうですね、そういうの描かれたところはあんまりないですけれども、はい、で、政略の才能もオーベルシュタインもあるっていう人物だっていうことが、はいはい、描かれてはね、ノエテルとかあんまりないですけど、そういう才能を持たれてる。だからラインハルトは、はい、波動というか、まっすぐこう道を進んでいくというタイプですよね、はい、でオーベルシュタインはそうではなくて、はい、まあ、絡めてからいくというか、はい、そういうような、手腕も使える人物で、ラインハルトにはとてもとてもそれはできないので、そういった意味で、オーベルシュタインに利用価値があった、まあ、利用価値というとあれですけど、利用価値があったということなんでしょう、はい。じゃあキルヒアイスは当然仲のいい友なんですけど、はいはい、やっぱラインハルトと考え方とか似てたりとか、同じようなことを考えることができるような分身みたいな人ですけど、オーベルシュタインは似てるけれども分身ではなく、そうですね、全然違うアプローチを取る人物とか、はいはい、だからラインハルトとキルヒアイスが、はい、行こうとする道というのは、多分オーベルシュタインからしてみるともうすぐ予想はつくんだと思うんですね、はい。で、そこに対してあえて、別の道を示すというのが彼のそういう、まあ、存在意義というか、まあ、先ほど私オーベルシュタイン、ラインハルトが、ね、利用するとか言って、まあ、利用するのはラインハルトも利用してるし、オーベルシュタインもラインハルトを利用してるしという、はい、そういう関係ですね。で、その利用されるするというのはラインハルトとキルヒアイスの間には生じない関係で、ラインハルトもキルヒアイスもどちらかを利用するというふうに思ったこともないはずなんですね、そのあたりが彼らとオーベルシュタインの大きな違いなのかなとは思います。はい、じゃあ今回はこれぐらいで、はい、ありがとうございました。銀河英雄伝説リ・ノイエテーゼセカンドシーズン青蘭全3章2019年劇場上映。